科学及び血清療法研究所。一般財団法人科学及び血清療法研究所。科学及び血清療法研究所は、熊本県熊本市中央区に本省を置く一般財団法人である。かつてはワクチンを主力事業とする製薬メーカーであった。通称は可決権。2016年平成28年1月時点で、 人体用ワクチンの国内製造6社、人体用血液製剤の国内生産者の一角を占めている。国内製造シェアは2015年、平成27年時点で A 型肝炎ワクチンが100%、B 型肝炎ワクチンが約80%、日本農園ワクチンが約40%、インフルエンザワクチンが約30%。 また、2016年、平成28年11月時点で、動物用ワクチンの国内製造を大手3社でもある。各種人体ワクチンや血液製剤のほか、抗がん剤、動物用ワクチンの生産、販売を行う。各種人体ワクチンで、遅くとも1974年、昭和49年頃から、製造時に添加剤の量の変更や国の承認書に、 ナイヘパリンの添加を行ったり、加熱方法を変更するなど、本来の製造方法の一部変更の承認手続きを踏むことなく、結晶製剤を承認書と異なる方法で違法に製造し始めた。こうした法令違反の発覚を避けるために、九百九十七年、平成九年頃から製造記録を実際のものと査察用に分けるなど、組織的な隠蔽工作を続け、 2015年、平成27年時点では、製造していた血液製剤全12製品で31の工程での不正が行われるようになっていた。2015年、平成27年5月のゴールデンウィーク明けに、詳細な不法行為が書かれた封書が、厚生労働省へ郵送で届き、匿名の内部告発によって発覚し、同月に、 事前通告なしに立ち入り調査を行ったとを皮切りに、同年12月までに3回の立ち入り調査を行って、不正の証拠を確認した。この不正に関連して、2015年、平成27年9月に、厚生労働省からワクチンなどについても出荷しないよう求められて、出荷を自粛したため、A 型肝炎ワクチンが100%、B 型肝炎ワクチンが80%、 日本農園ワクチンが40%、インフルエンザワクチンが約30%など、同年末には一部医療機関で不足に伴い、予防接種が停止する混乱が生じ、2016年、平成28年1月29日に安全性が確認されたとして、厚生労働省から出荷自粛の要請を解除された。そして、2015年、平成27年12月14日に、 厚生労働省から製品の質や安全性の確保について行政指導を2016年平成28年1月8日には厚生労働省から医薬品医療機器法に基づき全35製品のう8製品を対象とする110日間の業務停止命令を受け同年1月18日から5月6日まで製造販売を停止したさらに2016年 平成28年1月21日には日本製薬工業協会から除名処分も受けた。また、この不正を受けて2016年平成28年1月19日付で厚生労働省が全国の医薬品メーカー約1200社に対して国に承認された方法通りの製造方法が守られているかどうか製造部門以外の担当による 自主点検を求める通知も出されることになった。この処分の際に、厚生労働大臣、塩崎康久は、本来は、医薬品製造販売業の許可の取り消し処分とすべき、事案。可決権という組織のままで、製造販売を再開することはないとして、事業上とも含めた、組織の見直しを求めたことから、2016年、平成28年4月7日に、 アステラス製薬へワクチンや血液製剤の製造事業を譲渡する交渉に入った。しかし、同年9月5日に交渉先が厚労省に指定され、譲渡価格などで公正な交渉ができないなどとして、事業譲渡の断念と自社での存続を厚生労働省へ表明し、同年10月19日にアステラス製薬も事業譲渡の協議集結を発表して白紙撤回された。 また、動物用ワクチンでも、遅くとも1985年、昭和60年頃から、加熱処理をしないなど承認書と異なる方法で違法に製造し始め、2015年、平成27年2月に、同様の不法行為が見つかったことが、農林水産省へ報告されて発覚し、同年12月9日に立ち入り調査を行ったことで、不正の証拠を確認され、2016年、 平成28年1月19日に農林水産省から医薬品医療機器法に基づき動物用ワクチンや診断薬全44製品のうち34製品を対象とする1月26日から2月24日まで30日間の業務停止命令を受けた。1990年代の薬害エイズ事件では被告となった。なお、2016年。 平成28年4月に発生した熊本地震により製造設備が甚大な被害を受け全製品の製造が停止している。2015年6月に可決権が製造販売する複数の血液製剤とワクチンが承認内容と異なる製造方法により製造されていることが判明したため、血液製剤及びすでに国家検定も終了していたワクチンについても 厚生労働省は、同年9月までの出荷停止を要請した。対象となったのは、血液製剤12種類、ワクチン10種類、その他7種類で、主なものは、以下の通り。ないは日本での市場占有率。なお、2016年1月4日現在の蒸気を含む、出荷状況が発表されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。